宇宙から見たボズロジデニア島、1994年11月地図、ボズロジデニア島は中央アジアのアラル海にある地形である。現在は島ではなく半島、ボズロジェニエ島とも言う。税はロシア語で再生、復活、復興を意味し、英語のリバースやフランス語のルネッサンスに相当する。北部はカザフスタン領、南部はウズベキスタン領である。かつては、 ウズベキスタン領のみの島であったが、アラル海の水量の減少に伴い面積が増大し2002年に南部沿岸とつながり陸続きの半島となった。さらに2005年頃からは季節、降水量によっては北部沿岸ともつながる。かつてはソ連が作った大規模な生物兵器の実験研究所があり、1930年代から研究が開始され、 1954年から1992年までの間に開発していた炭素菌、天然痘、ヤト病、ブルセラ症、ボツリヌス菌、ベネズエラウマ農園、ペストなど40種類以上の各種病原体がここで実験された。1992年に旧ソ連関係者が去った後、現地では金目になる物質目当てに略奪が起き、施設が荒らされたことでそうした脅威が、 外部に流出した可能性が懸念されたが、現在まで続く近辺の住民への健康被害は、それ以前より及んでいるとされる。911テロ事件以降、大量に残存する炭素菌が、大テロの検知から、国際問題化していた。アメリカ政府は、ウズベキスタン政府との間にこの島の生物兵器の処理に関する協定を交わし、 ブライアン・ヘイズの指揮する113人の処理チームが派遣され、2002年の春から夏の3ヶ月間にかけて、100、200トンの炭素菌が中和された。作業に投じられた費用はおよそ500万ドルだった。チームは炭素菌を中和した後にこの島を去ったが、それ以外の病原の資料や製品が未処理のまま今も残っているとされる。ありがとうございます。